D 先輩です。ノクタン。D 子だよ、ノクタン。揺れる揺れる。何がよ。さて、非常に読みにくかったですが、儀式の森に到着です。緑豊かね。どうやら姫様の妹君、ボエム姫が儀式で呼び出した森のようです。じゃあここに二人はいるのかな？あのままならそうでしょう。うん、なんだこれ。あ、足場か。今までの光る床と同じ感じかな。導かれているのかしらね。どうなんでしょう、わかりませんが。流されるように進んでみましょうか。この魔法使いは特に弱いのか。一撃で倒してるっぽいな。下書きになるけど。まあこちらに行ってみましょうか。え？強制戦闘。しかもめっちゃ囲まれてません。なんだよ。完全に罠じゃないか。敵も浮いてるのね。あれに乗れるのは私だけじゃないのか。清らかな心を持つ者だけが乗れるとか思ったのに。そんな設定がいつ出てきたの？数が多いとダメージが分散するので、いくらパリーカウンターが強くても時間かかりますね。まだ出てくる？ちょ？今度は精霊たちか。よく見ると見た目は似ているんだね。ドレスか薄着かの違い。ほんとだ。パリーが苦手な方は、こうやって連打しているだけでも、結構発動してくれます。まあできればタイミングを合わせた方が確実ですが、どうしても無理、という方はお試しください。雪女さんの方はパリーしやすいからいいけど、ドレスの方は攻撃してこないからな。普通にやるしかない。それにしてもあれですね。3人固まってません。固まってるね。ぴったりと。なんでだ。こちらとしては楽だけど、マジでぴったりだったな。仲がいいのね。いえ、こちらの動きに対する行動 AI が同じように設定されているからしばらく戦っていると。うるさい。いきなり何よ。あ、ごめんなさい、ちょっと熱くなってしまいました。生きにくくなっちゃったな。ああ、やっぱり毒か。あ、ダメージ表記は出てないけど、めっちゃ減ってる。どんどん減ってるね。恐ろしいな。無視しようかと思ったけど、ちゃんと直した方がいいや。なぜ毒を治す魔法だけ単体であるんだろうと思ってたけど、これはあった方がいいや。あって助かったじゃない。ほんとですね。むう、セーブが近くで見えたのに行けそうにない。毒は厄介だな。無視するのも難しいか。ちゃんと処理していった方がいいよ。ですね。結局食らってるけど、魔法で遠くから倒すとかした方がいいんだろうな。触れるだけで毒になるね。私はどこに向かえばいいんだ。こっち。それとも右なのだろうか。いや、行けそうにないから左でいいか。霧が濃いね。これは自然の霧なのだろうか、それとも魔女の霧なのだろうか。スケルトンも多いし、そろそろ不安なのでできるだけ敵をスルーしようかな。ひえ？上か。どんどん進むと不安になるね。そうなんですよ。
とにかくセーブが欲しいです。おお、ちょうどいい配置だね。わかってる。図書室に行きましたが変化ないし、コインも足りなくて買い物もできませんでした。まあセーブできたからしばらくは余裕あるな。へ？そう思ったらボス。なんですかいきなり。ペガサス。名前はパルシーだって。え、今のすごい。回避が間に合わないと思って防御したら成功した。めっちゃかっこいいから狙ったことにしとこう。うん、それを言ったら意味ないけど。あ。なんか足場が揺れてるな。そういえば前一瞬だけ飛んでるやつがいましたが、このパルシーだったのかな。会えたね。で、足場壊された。だから揺れてたんだ。そう、これからはこれを自力で避けろと。まあ2段ジャンプをするだけで間に合うからいいけど、タイミングがずれたら食らうな。でも今のところノーダメージだね。やば、私やっちゃってませんか。最初の奇跡のガードといい。まあね。近くは怖いので魔法を使いましょう。そこまで強くないんだよな。剣より圧倒的に強くはないよね。安全に攻撃できるのが利点でしょうか。頻繁に変えることになります。ダメージなしの連打。めっちゃアピールされた。ははは、効かぬわーって言われた気がする。防御力が高いのね。むう、パリーはどうせ無駄だし、ひたすら攻撃するしかないですよね。時間かかるねー。使える魔法もそんなにないか。大体どれも同じような威力。食らっちゃった。リーチのない魔法だと逆に危険だな。今のもよく避けたね。なんとなく危険を察知しました。ぐう、やっぱりこのドラゴン意味ねー。ひときわダメージが低い。どうやって使うのが正解なの。仕方ない、あとは堅実に戦うしかないか。一回でも食らうと致命傷ですよ。半分以上減るのは恐怖だね。あれ、上位に出てる。あんなところに出た瞬間の位置に出すの。それは聞いてない。もう、一個無駄にしたー。受ける？ちなみにプレイ中は上に出てるって気づいてません。嘘。はい。なんか光の加減かとか思ってました。何せ部屋が狭くなってるし、戦いに集中していると案外見えてないものなんですね。まあボスに視線は集中するからね。使ったのに無効化されたと思ってましたよ。そうだったんだ。たまに引っかかれちゃいますけど、ギリギリいけるか。もう回復がほぼない。あ、これで最後。本当にギリギリだね。まあ最悪呪われて全回復するやつがありますけど、前半はうまく戦えてたのになぁ。よっしゃー、なんとかなったね。危ないところでした。この森の主なのかな？いきなりだったからね。さて、いきなりの展開ですが、なんと次回クリアとなります。ほんと？はい。ただクリア後にもいろいろやってますので、
まだもう少し続けますね。ということでお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。